スウィフトエンジニアリングはアメリカ合衆国の自動車、航空部品メーカー、航空宇宙工学会社。1983年に創業し、レーシングカーの設計、製造などを手掛けていたが、2000年に航空宇宙工学分野へと業態をシフト。オーナーは松下博之である。ノースロップグラマン、ボーイング、ロッキード・マーティン。 アメリカ航空宇宙局、ガルフストリームエアロスペース等、数々の大手主要航空宇宙関連企業の認定サプライヤーであり、自社の生産管理体制により、クライアントの品質要件に応じた、様々な製品や航空機の設計、製造、及び納品に実績がある、スイフト社では、プログラム開始から終了に至るまで、既存の構成管理方法を使用している。 スイフト社の広範囲にわたるプログラム実績は近年高い評価を得ており、プログラム管理技術や品質管理技術において2015年にボーイング社のサプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞するなど、数々の賞へのノミネート及び受賞をした。1983年設立。当初はフォーミュラ・フォードやフォーミュラ・トランティック向けのシャシーを手掛け、 1997年より2000年にかけてはカート向けにシャシーを供給。また2004年よりナスカールクラフツマントラックシリーズに参戦しているトヨタタンドラの開発にも携わっている。2000年に航空宇宙工学分野へと業態をシフト。2018年には神戸情報大学院大学と共同出資し、 航空宇宙工学サービスを主な事業とするスイフト XI 株式会社を立ち上げた。本店は兵庫県神戸市。レーシングカーコンストラクターとして有名であり、フォーミュラカーの開発、製造を得意としている。本社はカリフォルニア州サンクレメンテ。2007年にはフォーミュラ日本を主催する日本レースプロモーションが行った。 2009年以降のワンメイクシャシーの設計案募集に応募し、競合するローラ等を競り落としスウィフトの案が採用された。この結果2009年から2013年までスウィフト 017N がフォーミュラ日本及びスーパーフォーミュラのワンメイクシャシーとして使用されていた。2007年12月にはマツダのデザインスタジオと共同でデザインしたマツダ。 カゼライが発表され、翌2008年の北米国際オートショーで正式に公開された。2010年には2012年以降のインディカーシリーズで使用されるシャシー設計案募集に応募するがダラーラに破れ採用されることはなかった。さらに2016年からのインディライツのシャシーの設計案募集でもダラーラに破れ、それ以降はレーシングカー部門を廃止し、 航空機部門に専念することになった。スウィフトエンジニアリングは、ノースロップグラマン、ボーイング、ロッキード・マーティン、ガルフストリーム・エアロスペース等、数々の大手主要航空宇宙関連企業の認定サプライヤーです。弊社は、自社の生産管理体制により、クライアントの品質要件に応じた、様々な製品や航空機の設計、製造、及び納品に実績があります。 スイフト社では、プログラム開始から終了に至るまで、既存の構成管理方法を使用しています。スイフト社の広範囲にわたる、プログラム実績は、近年高い評価を得ており、プログラム管理技術や、品質管理技術において2015年に、ボーイング社のサプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞するなど、数々の賞へのノミネート及び受賞をなしています。弊社は、 ISO-9001AS-9100D 認証及び複合材料においてナドキャップ認証を取得しています。また、弊社にはナドキャップサプライヤーサポート委員会の投票メンバーも在籍しています。弊社の品質マニュアル、操作手順、規定書式及び記録書類はすべて ISO-9001AS-9100 規格並びに 複合材料におけるナドキャップ規格に従って作成されています。弊社では AS9102 規格に基づき初回製品検査を実施し、必要に応じてファイ報告書も作成しています。さらに完成品の全体品質を確保するため、必要に応じて製造作業手順書のキーステップやプロセスにおいて品質チェックポイントを設けている。 ノースロップグラマンバット MQ-4C エクリプス 400SB-1 デファイアントスウィフト020エクリプス400ノースロップグラマンバット SB-1 デファイアントスウィフト020 0210.5ヘクタールに及ぶ敷地面積を有する最先端製造施設を有する3つのオートクレーブ装置 ISO クラス7認証の複数のクリーンルーム 別個のレドーム用低質ドラミネーション室、構成済みの大型ウォークイン冷凍庫、ガーバー製 CNC ファブリック用切断機2機、レーザープロジェクター、ロ、電子製品の組み立て、統合、試験設備、並びに、その他の加工装置等も備えている。すべての技術要件が正確に解釈、適用されるよう、優れた経験を持つ技術者チームを結成している。 V トール型ドローン、ス w i f t レイ二一 G 2ゥエンティ。大阪サミット会場内の大阪、関西万博 PR ブースに出展。h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d d s p s 1 0000001。00003601。html にレイに一年七月十九日閲覧。 ありがとうございます。